プトナ修道院の前傾プトナ修道院は、ルーマニア正教会の修道院であり、中世モルダビアの重要な文化、宗教、芸術の中心である。多くの他の建造物と共に、修道院は、ュテファン大公によって建造された。プトナは、プトナ川に取り囲まれた土地に建設された。シュテファン大公は、モルダビア全土に、 かなりの数の教会と修道院を建設し支配したことで有名である。プトナ修道院の建物にはシュテファン及び何人かのシュテファンの家族の墓所がある。イコンの多いと破壊士はシュテファン大公の時代のモルダビア芸術の素晴らしい作品例として所蔵されている。シュテファン大公がトルチャのキリアの取を征服した戦闘の勝利後1466年7月10日。 ステファンは神への感謝を示すための修道院にかかる仕事を始めた。この教会は生ンジ女マリアに捧げられることになった。修道院が建設されている土地はかつて要塞があった場所であろうと信じられている。ステファン大公はビコブデスツ村を200ズロトで買ったこと、そしてその土地とそこからの収入を修道院の財産としたと当時の年代域は伝えている。 プトナは3年間かけて完成されたが、他の戦争にモルダビアが関わっていたため、聖清止されたのは、さらに4年を経てからのことだった。1470年9月3日、シュテファン大公とその家族が、生成式に参列している中で、修道院は、聖清止され、同時にこの地域で最も重要な宗教施設となった。シュテファン大公の破壊し現在の教会は、 実質的に1653年から1662年の間にバシレルプとその後継者によって建てられた。建造物の平面計画は15世紀16世紀の典型的なモルダビアの教会のものに従っているが、建築上、装飾上の特徴は17世紀の建築に顕著に見られるものである。長い間、 この施設はセオドロスという名のギリシャ人建築家によって設計されたと信じられてきたが、キリアの年代記によるこの解釈は現在では誤っていることが証明されている。ありがとうございます。